白鶴ツ漁水中博物館に展示されている三峡ダム建設以前の白鶴ツを描いた絵。白鶴ツは重慶市不良区上北の長江の南岸の水中にある天然の赤漁である。白鶴ツの名称は漁師に助けられた同志が白い鶴に乗って飛び去ったという伝説に由来しているとされる。寝代に彫刻された魚。かつては白鶴ツにあったが、 現在は博物館で展示されている。全長1600メートル、幅10メートルから15メートル、ないし25メートルで、長江の流れと並行するように長く伸びている。そこには165段にわたる文字が刻まれており、過去1200年以上の間に72回あった滑水の年における長江の水位を記録した資料となっている。こうした、 刻まれた文字は、長江の水位が上がると水没し、活水が起こると水面上に露出するので、古代における水位観測施設となっていた。皇帝県、朱紀、王子貞だなど、数多くの歴代の文人たちが、ここに文字を刻み、延べ3万字以上がここに残されているため、水か避林とも褒め称えられている。また、石の表面に、魚の彫刻を施したものも18箇所ある。 1980年7月7日、白鶴張は、四川省が発表した、小級文物保護単位の第一次再指定に含まれた。後に、重慶市の管轄となっている。1988年1月13日には、第三次全国重点文物保護単位の一つとして、公認された。2000年9月7日には、第一次重慶市文物保護単位の一つとなった。 2006年以降は世界文化遺産への登録を目指す取り組みが進められている。白鶴涼水中博物館三峡ダムの建設によって高さ135メートルまで水位が上昇し、白鶴梁は全体が水深40メートルほどの水中に没して水面上に露出することが不可能になった。そこで2001年に中国科学院の院主である桂治順が 無圧容器を用いて水中の史跡を保護する方策を提案し、元々の場所に水中博物館が建設されることになった。圧力の原理を利用する形で内部と外部に水が入った保護筐体が設けられ、観光客は川岸から水中の通路を通って博物館に入り、白鶴張りに刻まれた碑文を鑑賞することができるようになった。 白鶴両水中博物館は2009年5月18日に正式に開館し千年を経た水門調査の施設が再び日の目を見ることとなった2011年夏から8ヶ月にわたって閉館して改造工事が施され2012年3月に再び開館した地上の施設から水中の博物館まで行く経路となっているエスカレーターは 長さ88メートル、深さ40メートルで、アジア最長のトンネル式エスカレーターとされている。ありがとうございます。